清水緑地は、岐阜県岐阜市加納清水町4丁目にある公園。JR 岐阜駅前に、都市空間と自然空間の融合した空間を作り出すことを目標にした緑地である。清水緑地は、加納地区町づくり総合支援事業の核となる事業と位置づけられている。2001年度に策定された、清水川天馬公園プロムナード事業、推進協議会整備構想に基づき、 2001年度から2005年にかけて整備され、2005年4月17日に完成記念式典が開催された。鮎が泳ぎ、ホタルが飛び交う都心緑地の創出をテーマに、当時は近隣公園であった天馬公園と天馬公園に隣接する清水川が一体化する緑地づくりを進めた。岐阜駅前としての都市性と清水川がかつて育んできた。 自然環境の復元。これら二つの要素を都市空間と自然空間の融合という形で、新しい都市像として岐阜駅前に実体化させた公園である。設計では、かつて清水川にも鮎が泳ぎ、ホタルが飛び交っていたという地元住民の話や思いを実体化させ、これを現代に復活させるために、ランドスケープの観点から清水川のポテンシャルを分析して、 計画立案を行っている。都市的な検討としては、周囲に存在する駅ビルと商業施設等との連携や、周囲の住環境の向上に資するため、季節の祭り空間としての検討駅施設利用者、地域住民が水辺と触れ合える憩いの空間の整備を行っている。また、市民と行政が共同で管理育成し、ホタルの自然発生を目指すエリア設定など、 環境教育的な側面からも、その一役を担っていると言える。清水川には220本の桜が植えられた桜並木があり、ソメイヨシの大島桜、ヒ岩桜、小ヒ岩桜、カ桜、魚ョイ山桜などの品種が植えられている。ありがとうございます。